先生、ちょっと待って、本当にやばいです。もう何？で、何で今なってんの？これは何て書いてあるんですか？6時40分です。ね、7時10に出るんですよね。昨日の夜パッキングしてたんじゃなかったんですか？うん、そうでも、ボケてる場合じゃない。ちょっと待って、これ本当にやばいって。ちょっと待って、整理させて。状況をちゃんと整理させて。ね、もう3分じゃやばいじゃん、本当に。何分しかないですよ。本当にやばいやばいやばい。やっとくんで、自分でしかできないことを、これは僕でもできる。バチャバチャっていらないでしょ。はい、人気入った。OK。で、この試合を。はい。ね、なんで前回、乗り遅れてこうなるの。もうこんなにバタバタするのやだ。入ってきた瞬間、タラッコのスーツケースが見えたんで、どうかよ。あ、これは用意してるんですね。これは用意してあるみたいです。よかった。チーフコード、サンダーギア、ラギーを入れるスペース。なんか向こうで小回り聞くコマンとかいらないですか？いるお財布は？そういうの、そういうの、あと2分です、あと2分、はい、沖縄に行ってきます。大ちゃんチャンネル空港に着きました。急げ。どこどこ、あどこだろう、わからないね。連絡取ってください、連絡。わかった。じゃあ今から飛行機に乗って沖縄に行ってきます。いくよ、せーの、パー。沖縄に着きました。いやー、めっそれなん、ま、なんだっけ、マイクはなんかないさ、ハイサイ、ハイサイ。沖縄に着きました。今からレンタカーを借りて、フジコがもうなんと免税店で買い物してるそうなので、私たちもフジコを追いかけます。暑い、暑いですね。ブラキモ、これこれ11月下旬とは思えないです。わかる。でも幸せ。ハッピーサンデーライフインダイン沖縄、イエーイ。ハッピーサンデーライフインダイン沖縄、イエーイ。大ちゃんチャンネル、私たちは今沖縄にいます。イエーイ。DSS に向かいます。免税よ、免税よ、まずは免税で、免税で、免税で、免税、免税でやらせていただきます。先陣に藤子ちゃんが行っております。そう、先にね、試客が行ってるから。そうよ、たった3車体が使わなかったのにさ、あの一目散にビューティフリーショップにすごいわ、かけていったわ。サンピッチ美味しいよね。いっぱい買って帰ろうと思ったらさ、ジャスミンちゃんなんですけどね、早起きいっぱい買って帰るとかあった。確かに言われてみればジャスミンちゃんすごく美味しい。美味しいよね。ところであと何分だろう。あとね、20分ぐらいですね。縮めよう、頑張って。縮めよう、頑張って。待って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 。到着時刻あと20分ぐらいです。ともくんが言ったら、ももくが縮めよう。道路交通法を重視して。法定速度の範囲内で縮めよう。法定速度で算出されてます。いいこと言うわね。いいこと言わねえじゃないのよ。さすがツッコミの生態だわ。本当に私もモモコ大好き。本当に好き。もう本当に見せたい。いいわよ、見せて。見せたい。いいわよ、見せて。沖縄といえばこの思い出ソングシリーズ。モモコが思い浮かべる沖縄といえばこの曲は。島歌だよね。大ちゃんチャンネル。じゃあ今から私たちは DFS を後にし、そして大ちゃん初めての沖縄を祝して、姫路と桃縄とみんなが教えてくれたソーキそばのお店、なんだっけ、エイブンに行きます。お客様のみんなどうもありがとう。エイブン、エイブン、イエイ、イエイ、エイブル。
キャンピン茶のこれ、姫路ちゃんのパパさんの会社でもすごいね、すごいね、広がるね。勝手に CM 来ることを願って CM やるね。いくよ。三品茶なんで絶品。カットしてくれる。でもなかなかほらみんなね、おーよちら証券美茶イエモン。私は三品茶で行かせていただく。三品茶の CM お待ちしてます。べっぴんすっぴん三品茶。ごめん、ほんとちょっと。藤子合流です、こんにちは。こんにちは。三品茶じゃなくて、PR 茶、なんだっけ、PR 茶じゃ。葬儀そば。葬儀そばの英文、はい、かわいい、見て。かわいい、沖縄そばのエイブに来ました。教えてくれた姫路ちゃんと桃らずちゃん、みんなありがとう。じゃあ、責任取れるか選手権。私自信ありよ。全然ダメだ。なんで入れる。そうだよね。すごい、めっちゃいい。本当だ、ジョージちゃん上手。私のこれ多すぎだわ。女選手権、どうぞ。誰が一番上手に取れたかな。あとで画像全部送ってもらって。はい。なるほどね、これを入れるんだ。ジョージちゃん超上手。どきなさいよ。大ちゃんチャンネル。来ましたー、滝さま。もうすぐ来るよ。待ってるわ。ジョージどう？おいしい。フリコ、おいしい。おいしそう。いただきます。中にね、この中にね、ここに、おいしい。おいしい、おいしいよね。おいしい。やば、本当においしい。おいしい。とえらい食欲。ぐっちゃぐちゃ。本当だ、真ん中に飛んでる。しょうがない、しょうがない。それでもいい。卵かけジュースいただきます。ごちそうさまでした。完食です。これが美味しい。本当に食べない。本当に食べない。いただきます。結構美味しいですか。おいしい。2杯目ではないですよね。うん、ほぼ2杯目。痩せちゃうよ、こんなに残したら。痩せてるからあんまり食べられないの。間違いないよね。お疲れ様でした。いや、お腹いっぱい。大ちゃんチャンネル。お店を教えてくれた姫路の皆さん、本当にありがとう。行ってきます。すいません、ちょっと、すいません、映り込んでます。邪魔ですよ。美味しそう。お腹さ、このミルクが違うよね。もうおかしい、これ評論家なの。ただかけただけじゃないね。六本木とかなんだ、おしゃれ風じゃないの。ちゃんと昔ながらの。美味しい。すごく美味しいよ。ミルクに生まれて本当に良かった。間違えた、生まれました。ミルクに生まれて本当に良かった。おかしいわ。いつかでミルクだった。偉いね。本当に違うね。失ったことが。ミルクに生まれてなかった。ご飯かしだとか戻ってまた来るの結構楽しめるかも。そうだよね。ね、日本がもしかしたらいいかも。遠いとさ、大変かもだよね。確かに。近くにはしたい。お腹いっぱいだもん。何食べたんでしたっけ。ソーキそば。いくつ。2個。ミヤンケだね。すごい出るのね。イカ水なの。いや、それはもうダメよ、大ちゃん。今すぐに胃をやめて。本当だわ、いいの。いろいろ見えちゃった。トーク出せないよ。すごいよ。あ、でもトモ君と私なんかね、ちょっと違う。質が違うね。ちょっと質が違う。今
まれそう。男バラと女バラみたいです。オカマバラ。大ちゃんチャンネル。こんばんは。私たちは今、姫路のおすすめランキング第1位に輝いたここ松本さんに夜ご飯をいただきに参りました。わーい。アグー豚のしゃぶしゃぶをいただくことができるとってもとっても美味しそうなお店です。今日はおうどんを2杯。うどんじゃないよ。うどんだ。さきそばだ。大きな違いだ。それからデザートでかき氷を1杯、朝ごはんとお昼ごはんまた別で食べました。果たして入るのか、行ってみよう。松本みんな超おすすめしてくれてるよね。ありがとうございます。兄さんめっちゃイケメン。あ、ありがとうございます。24です。私はイケます。めっちゃ綺麗な顔してます。すごい綺麗な顔食べられた今。だからあんたたちだけお顔のこと面白いって言うけど、みんな可愛いって言う。いやそんなアメじゃない。なんでよ。わーすごい。いいね。沸騰したらお手伝いするので。わかりました。まねイケメンのみさん来た。はい、お手伝いします。ありがとうございます。お手伝いしてください。おいしそう。おいしそう。これがアグーブだ。アグーブと違う。違う。はい、どれがアグー豚ですか？あなたがアグー豚だと思ったものがアグー豚。あなたがアグー豚だと思ったものがアグー豚。よりキングか？ミカみたい。一緒に入る？入らねえ。アグー豚かな？いや、東京プリンセス。失礼しちゃいますよね。マイセンタリー。そうそうそう、マイセンタリー。誰よりも先に食べちゃっていいですか？どう？はい、いただきます。おい、今までジャブジャブ豚肉で一番美味しい。おーしい。おいしい。全然違う。美味しくて涙が出てきちゃう。そんなやつは。このポン酢も美味しい。美味しい。ジュースもこれ食べてみて。これ食べてみる。現場の笠井さんにつながっております。笠井さんいかがでしょうか？本名です。さっぱり。さっぱりですか？ありがとうございます。おいしい。スタジオの三上さん、現場から笠井がお伝えしました。スタジオの三上です。続いては食べちゃいました。川上さんにつながったんですけど、川上さんが肉汁食べちゃいました。おいしい。食いしん坊リポートですね。おいしい。できなかったですね。川上さん、信仰守ってくれない。いつも怒られてるのせいだ。どんどん食べちゃう。食いしん坊だから。めっちゃ美味しい。この後もやるご飯をします。大ちゃんチャンネル。とても熱いです。かわいいね。最初はグーじゃんけんぽん。ということで、大ちゃんの夏休み1日目の様子をお届けしました。おすすめを教えてくださった皆様、本当にありがとうございました。次の動画では大ちゃんの夏休み in 沖縄の後編をお届けいたします。ねえ、みんなお願い、チャンネル登録だけして待ってて。大ちゃんチャンネル、ビーハッピー。